新国立競技場で惜しくも採用されなかった B 案をデザインした建築家の伊藤豊雄氏が先ほどから会見しています。まあ、どうしてこのような結果になったのかということで、かなり疑問を思っております。30点近い差がつけられたっていうのは、まあ、これは極めて不可解だと思っております。まあ、ひょっとするとこれザッハさんに訴えられるかもしれないなというぐらいに思っております。 B 案はスタンドを囲む木製の柱が特徴で、デザインや建築計画でより高い評価を得ましたが、僅差で A 案に敗れました。